ウェストミンスター宮殿は、イギリスのロンドン中心部、テムズ川下半のウェストミンスターに存在する宮殿。現在は、英国議会が議事堂として使用している。併設されている、時計塔とともに、ロンドンを代表する景色として挙げられる。所在地は、ロンドンのミルバンク。道路を挟んで西側には、ウェストミンスター寺院が立つ。 ジョン・ロックが1746年に制作した、ウェストミンスター周辺の地図、JMW ・ターナーは1834年の、大化を観察している。ザ・バーニング・オブ・ザ・ハウジズ・オブ・ローズ・ s e s of Rose and Commons b ウェストミンスター宮殿の置かれている、テムズ川下半は、中世を通して、戦略上の要衝であった。少なくとも、アングロサクソンの時代にはすでにこの地に何らかの、 建物が建設されていた。ソーニーアイランドとして知られるイングランド中世には、カヌー島によって初めて宮殿として用いられるようになり、サクソン王朝の最後から2代前の王、エドワード・ザンゲオンは、シティオブ・ロンドンの西、ソーニーアイランドに宮殿とウェストミンスター寺院を建設した。時代が下るとこの周辺の地区は、ウェストミンスターと呼称されるようになった。これは、 西方の修道院の省略形であると考えられている。1066年のノルマンコンクエスト時には、ウィリアム一世は一時ロンドン島を自身の住居として定めたが、後にウェストミンスターへと移っている。これらサクソンやウィリアム一世により使用された建築物は現在残っていない。宮殿における最古の部分は、時代のウィリアム二世により建造されたものである。 中世後期を通して、ウェストミンスター宮殿は、王の住居であり続けた。イングランド政府が成立すると、公共施設の多くは、ウェストミンスター周辺に建設されている。議会の前身であるキュリアレジスは、ウェストミンスターホールに設けられた。1295年に設立された初めての、イングランド議会である、モハン議会も宮殿内で開催されている。このようにほぼ全ての議会は、 王の居住する宮殿内で開催されたが何らかの理由により他の場所に設けられたことが数例ある。1529年の大火が発生するまでウェストミンスターは王の宮殿として機能していた。1530年にヘンリー・パッセイはヨーク宮殿をトマス・ウルジー・スーキ教から手に入れホワイトホール宮殿と改名して自身の宮殿として使用した。こには ウェストミンスター宮殿が住居であったが、実際には二つの議会及び裁判所として利用されていた。本来宮殿であったウェストミンスター宮殿には議会としての利用に適した部屋が存在しなかった。議会の開会式など重要な告示行事はペインテッドチャンバーで執り行われた。貴族員はホワイトチャンバーで、庶民員については固定した開催場所が存在せず、 時には、ウェストミンスター寺院のチャプターハウスで開催されている。その後、宮殿内の聖ステファン教会が議場とされたが、これは、エドワード六世統治下のみに終わった。1834年10月16日に発生した火災によって、宮殿の大半は消失した。ウェストミンスターホール及びジュエルタワー、聖ステファン教会の地下室、回廊のみが消失を免れた。 宮殿の再建を協議する王立の委員会が設けられ、ゴシック、または新古典主義のいずれかのデザインで建設することを決定した。古典様式を好む人々は、ゴシックの創やさは議事堂に似合わないと主張したが、キリスト教に基づいており好ましいとする、オーガスタスピュージンを含む一派の計画が採用された。百三十六年に委員会は十七の計画案の中から、 チャールズ・バリーの設計したゴシックリバイバル様式のデザインを採用した。1840年に礎石が据えられ、貴族院議事堂は1847年に、庶民院議事堂は1852年に完成した。その後建物の主要部分は1860年に完成した。この年にバリーが亡くなった。さらに工事は1867年まで続けられた。 第二次世界大戦中の1941年にドイツ軍の爆撃によって庶民員が損傷を受け使用不能となったため貴族院に移転し貴族院は王室用の部屋を使用した戦後ジャイルズ・ギルバート・スコットの設計によって修復が行われ元のサーチャールズ・バリーの設計を可能な限り残して1950年に完成した2017年7月 日本公営は、現地グループ会社である BDP 社が、宮殿の大改修事業の建築設計業務をイギリス議会から受託したと発表した。2018年2月2日、老朽化しや盛りや絡み合った配線や蒸気管による火災の危険、さらにアスベスト問題などの観点から両院とも、タイミングを見計らって引き払うことで合意した。移転は早くても2025年になる。 石と鋳鉄ビクトリア王長期の1834年の火災により木造であるウェストミンスターホールを除くほとんどが消失してしまったためこれを機にイギリス政府はコンペ形式によって新国会議事堂の設計を行うことになった設計においては建築家チャールズ・バリーと若手建築家であったオーガスタス・スピュージンが携わったバリーは イタリア様式のクラブ建築により高い名声があり古典様式とイタリア様式を好んでいた一方でピュージンはキリスト教徒ゴシックの思考を実際に建築に持ち込んだ人物であった彼は建築を中世の姿で建てるのは道徳的義務であり良い建築家になるためには正直な職人で良いキリスト教徒であらねばならぬものだと主張した当時は 古典主義者からゴシック様式は半啓蒙主義者として煙たがれていたが実際はゴシック主義者の議論が優勢であり美術と建築に大きな影響を与えた。しかし建築における美的価値においては古典主義者が優れていた。そして古典主義を好むバリーが基本的な平面計画、立面計画、断面計画を ゴシック様式を好むピュージンはディティールを担当した。テムズ川の西岸に面しながら、それと平行になるように建物全体が南北に貫かれている。内部構成については、ロイヤルギャラリーと上院議場をその南側に、北側には下院議場が配置されている。また、両院議長席は公共の場である中央ロビーを境に向かい合って退治するように配置されている。 このような構成は国民や国家における両院の憲法上の役割を象徴している。外観はテムズ川対岸からの長めに重点を置きながら構成されており、議事堂としての威厳を与えるため、川に面した水平で長大な左右対称のファサードを取り、その両端を後方から右側にビッグベンを、そして左側にビクトリアタワーを置くことによって全体のバランスを取っている。 また、その二つの塔のほか、中央部や所々に立っている小塔の持つシルエットによって垂直方向に対しても強調されている。全体の作りをよく見てみると、ピュージンのゴシック様式が現れているところは少なく、それは装飾されたファサードにある。塔と戦闘においては、絵画的に見れば非対称であるが、テムズ側に面するファサードは、中央と両端の老格を強調する。 対照的なパラーディオ風の構成が取られている。パラーディオ風とは、ローマ建築の細部に至るまでが、数学的概念に基づいている、調和的な比例法則によった古典的な建築理念を持つ、16世紀の建築家、パラーディオの様式を基範とした建築様式である。つまり、古典主義的な建築様式によるものである。そのことの証拠に、ピュージンの弟子であったフェリーによると、 各家、すべて、ギリシア様式です。古典様式に従った躯体に、チューダーの細部を加えましたと、ピュージン自身が述べている。チューダーとは、チューダー様式という中世末期からルネサンスへの、過渡期にわたる16世紀前半のイギリスにおける垂直様式である、ゴシック建築様式を残しつつ、古典的モティーフを採用した装飾が、細部になされた建築様式である。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。